足が4本、犬か。犬は入れてない。ちょ、とんでもないことを発見してしまったんだけど。 AJ ユナイテッド、くじで引いたレアル・バルサ選手でガチスカットバトル。レアル・バルサでなんかやるって、はい、結構やってきたじゃないですか。やりましたね。で、今回は俺らの人気企画である、はい、くじ引きにバルサとレアルの選手を使ってちょっとタケ、竹田健信。ちょっと待って、それ上杉健信。竹之内豊か。加藤ミリア。あんこ。うんこ。ということで今回はそんなことじゃないんですよ。くじ、はい、で引いた。わかった。くじで引いたあんことうん。お互いに持ってるバルサレアル選手をくじの中に全部入れております。ね、アザール選手と久保選手に関しては、うん、まあアザールはもうほぼ入ると思うんですけど、ね、久保選手も将来入る可能性があるということで。うん、ちょっと今回特別枠として入れさせていただきました。ね、この中からは10人10人ずつ引いて、ゴールキーパーだけ手足提言とナバスでくじを引いてどっちかを獲得するという形でやっていきたいと思います。最初はグーじゃんけん、ほい。じゃあ私次回先行で行かせていただきます。世界チャンピオン強えな。おお、幸先いいぜ。これでかいぜ。でもうスアレス取ったら俺もうスアレスは出ないんだよね、このくじは。出ないっす。携帯がでかいな、俺。マジで俺手が小さいくせにこんなでかいの買っちゃってさ。そうだよ、マイクル。あ、うわ、いいな。はい。わかりづれんなよ。じゃ、てか逆に真ん中だけ削ってよ。なんでそんな外側を。マルセロね。マルセロね。決してあのマジシャンのセロの方ではありませんよ。マルセロ。懐かしいな、お前ハンバーガー消すとかよく見てたわ。キムチ。違う違う。ラキティッチじゃない。ああ。モドリッチか。モドリッチね。わかる？ラキティッチ。これこそラキティッチだ。削って。はい。オッケー。いや、これスアレス来てるからさ、メッシ来てほしいわ。うわー、短い。あ、イスコ。イスコいいね。まだトップ下は、あ、モドリッチとまあちょっと被るか。ん？足が4本。犬か。犬は入れてない。あ、バランか。おお。うわ、いいな、ディフェンダーいいな。え、短い。あ。久保くんだ。ちょっと待って、トップ下が渋滞してるんだけど。デュエル、デュエル、デュエルっす。サンバじゃない。デンベレか。デンベレね。あ、ウンティティだ。あ、よしよしよし、やっとセンターバック来た。え、短くね。あ、ラングレか。ラングレだ。うわ、バランスいいな。バランスいいよね。ルか。よし、これでかいね。よしよしよし、バック来た。バラン持ってかれてんだもんな。ロールス、ロイス、あ、ローズ、ローズ、クロス、クロスね。え？え？あ、風見ろ、オッケー。誰？アザール。うわー。もらったぜ。マジかよ。お、短い。メッシじゃない？これこそ。え？ピケだ。ピケ。めっちゃ短かった。あ、よし。よしじゃない。まだ分かんないから。おー、アセンショね。アセンショだ、アセンショ。はい、ってことはあと2体か。うん、で、あとはキーパーだもんね。てか、次回のメッシは使わせたくない。え、うわ、これ来たんじゃない。ちょっと待って、短くない。ラ、あ、セルギオラモス来たんじゃね。いや、これ違うよ。あ、ある、かぶった。ドンピシャにかぶってる、ここで、あと残り出た9、うん、うわ、メッシ使えないまま終わるって可能性十分にある。その可能性もある。え、これあるんじゃない。あるね、この…お、あ、違う、違う、これ…あー、セメド。うわー、右サイド。俺もう、バックは5人、4人いるんだよ。そっちも被ってんじゃん。コウチンよ。コウチンどこでも使えるじゃん。いいね。ちょっと待って、蚊がいるんだよな、俺の近くに。この野郎。おい、お前、蚊じゃねえから、俺。こんなでかい蚊見たことあるか、お前。どんだけ血吸ってんだよ。さあ、ということで、うん、はい、メンバー出揃いました。で、残りですね、残り。あ、ベイル、ベイルいたわ。ベイル、デニス・アレス。あ、ビーダール、ミッドフィルダー多いな。で、セルジ・ロベルトね。え、マウコン、ちょっとめっちゃ、うん、うえー。で、最後で、ラスト、あ、ブスケツね。なるほど。え、ミッドフィルダー多いわ。うわ。さあ、ということで、ちょっとキーパー最後決めましょう。はい、そうだね、いきますか。俺はどっちかっていうと手足提言が欲しい、ナバさん。ということは俺が、はい、はい、
ということでちょっとじゃあスタメン組みますか。いや、じゃあ行きますね。行きましたね今回。僕の、くじで引いたバルサレアル混合スカット、こちらでやっていきたいと思います、うん、ちょっと右サイドバックが2名になっちゃったんで、攻めのを前に持ってきました、うん、そうしたら結構意外と確かにバランスバランスよく、ワントップにしたらバランスよくなりましたね、うん、あ、だけどバランス取れてる、いいんだよ、うわ、マルセロ1個前来てる、そうなんです、まあキーマンと言ってもいいんじゃないでしょうか、マルセロキャプテン、うわ、はい、トップ下コーチーニョっていうのがなんかまたいいね、そうそうそう、でフォワード2トップがデンベレとアザールのセカンドトップです、はいはい、あ、なるほど、はい、いや、どうなるんだろうこれ、メッシがいない穴をそう久保くんが埋めると、はい、いや、スアレスのやっぱ決定力に期待だよね、あ、久保くんやるやん、圧力かけてきたか、ちょっと久保くんになるべくマークはつけさせたくないんだよ、いや、俺はもう久保潰しにかかるよ、もうここはいや、ベテランたちのね、あ、いや、いいパスだ、ちょいちょいちょい、いや、なんて、おい、こっちのピケ、疲れた、疲れた、ちょっと見ようぜ、え、こう、あ、全然余裕だと思ったらさ、あ、なんちゅうことやったんだよ、本当に、ゴールは逆だぞ、おい、しかも、うわー、ちょっと今ね、気が緩んでるよ、ここ、てか、ラングラーの位置を打ちちゃって、いや、いける、よし、はいえー、ナイス、いやー、一瞬で抜け出された、え、あー、ちょっと、あ、ちょ、弾いた、あー、いやー、来た、早いなー、あ、いいよ、ナイス、角度ないねー、ガーは揃ってる、仲間いるよ、なんかジェラルピケってなんかブランド名みたいな感じでありそうだよ、ジェラピケってあるからね、マジで、なんだっけ、ジェラル、ジェラピケって確かあるよ、なんか寝巻き系のブランドで、うわ、なになに、え、なにやってんの、弾丸ファイターでゴー、いけ、ケイロのバス弾丸、カナスワレス、やばい、え、やば、うまっ、うまっ、粘れたよ、いいじゃん、これはやばい、これはまずい、うわー、伸びたよ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ないないない、いや、とんでもないことを発見してしまったんだけど、ちょっとやばいことを見つけちゃった、嘘、え、なんで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 、やばい、うけぇ、まあ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 、いいよ、そういうの、なんすか、え、いやー、樹海さん、うちのピケ、うちのピケ、うちのピケとは違うんですねって言ったじゃんね、俺ずっと引っかかっててさピケが2人います、そう、俺の方がアセンシを入れるはずだったんですけどピケいるやん、ピケいます、ということでドッキリ大成功じゃないよね、なわけねえだろうな、ピケまさかの、これいいっすか、やっちゃっても、いや、行きましょう、いいっすか、ありがとうございます、いやー、まあとりあえず、いや、俺普通に、ちょっとアセンシオには申し訳ないけど、あいつはまあちょっと今日はベンチを温めてもらうということで、いやー、マジかよ、あ、てかベンチにも入れるか、今日はベンチにもいない、 OK、 うわー、やばない、キエいや、だけあの時は全然わからなかった、いけ、いやー、あ、攻め度が追いつく、いやー、まあちょっといろんなね事件が起こりましたけども、相手は動揺してるよ普通にこっちいんだもん、だって俺ピケいなかったらあらんだよ、足りないのか、足りないんだよ結局ディフェンダーが、うわー、ナイス、マジか、バラン、やるやん、いやー、いいね、出るね、ラモス、ラモス、オッケー、
よーし、コーチの来たー、やべー、うちにはスアレスがいる。オッケー、いいよ。あナイス。怖いのは相手のスピードなんだよな。バランが欲しかったな。確かに。あ、マークマークマーク、そう、スアレス抜けろ、やば、いやー、よしっと、うわー、いやー、マジか、強かったスアレス、実った。そうですね、シュートからゴールまでやばい、このゴールに繋がったと思いますね。今走ったら1回あったぞ。厳しくなりますからね、集中してますよね。あー、ナイス、これやばい、真ん中、あー全然ダメだ、もったいなかったですね。オッケー、いやラストラスト、やべ、人足りね、人足りね、サイド攻めろ、いけ、ラストだな、これ。そうですね、ここは対面のホイッスル、いけ、守れよ、いけないというところですね。あー落ちた、あぶねー、ギリギリだ。これさ、接戦のピケいたな、ピケがあのオンゴールしなかったらもしかしたら延長いってた可能性高いな、これということで、はい、この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。そう